あると思いますね。うん、それはなんか意識してますね。うん、最後はあるだろうなっていう感じはあります。考えます。その死というもの自体考えます。なんだろうって。実は一番興味あるんだけど、一番触りたくないけれども、一番興味がある部分ですかね、私の中では。たまにしますけど、いつもわからないって思います。見えないですね、いつも。結構1年後でも割となんかあんまりよく想像できないです。いつも目がなんかもういろんなものが周りとかなんかいろんなものが変化しするので、想像するけど、その通りにあんまり、そうですね、たまにします。してないです。こんな楽しくなるとは思わなかったです。ものづくりも、自分が頭の中にできた絵がスムーズに出るようになったなと思うのがここ数年ですから。それまではもう試行錯誤しても頭の中の絵に追いつかなくて、ちょっとむしゃくしゃしたりしてましたね。これがなかなか思わないというか、あんまり思ってないのか、思ってないと言いたいんですが、作品で残ってるもんな。どういう DNA？ 人間？人としてのってこと？作品ってこと？すべてですかね、人としてでも作品としてでも。残したいっていう意識が、特にないんですけど、今思ってることを言いたいっていう感じで作品を作ったりしているので、残したいっていうふうにあんまり思っていなかったんですが、最近すごい数になってくると残ってるっていう、逆に客観的にすごい残ってるってすごいなっていうふうに思うようにはなってきました。うん、分かんないですね。すごく興味があることが一番やりたいことなので、刺繍はあくまで手段なので、自分がすごくそれが面白いと、今まだやってもやっても興味が尽きないし、表現方法がたくさんあるから、なんか今は興味あるんですが、自分の中でやり尽くしたなとか、もう飽きちゃったなとか思ってしまうと、わからないですね、どうなるか。飽きてもやってたらその作品に申し訳ないですから。興味はもういろんな場所に行き過ぎてて、そうですね、今なんかその時代性とかに、時代のそのトレンドとか、その風習とか、そういう、なんだろう、
ファッションにしても、なんかその時代性みたいなものに興味があります。その年号別というか、あとはまあずっと人というか人間には興味ありますね。ずっとそれは尽きないですね、興味が。命より大事なもの？難しいな。命が大事なんじゃないかな。生きてるってね、すごいすごいことですからね。何か予感？予感はもうなんかこう毎日毎日なんか時間ごとにいつも何か予感してるから、なんかこう今一つに選べないです。今日今日何考えてたかな。予感？あ、滑った。え、予感？今日の予感？予感っていつも消えてくから思い出せないけど、分かんない。この階段どんな階段なんだろう自分の、分かんない。今見てるものをなんとなく予感するとかそういうことありますけど、あったけど今日は。これはもう皆さんがのやる気がすごいのとこだわりがすごすぎるので現実的な問題以外は続くと思っていますはい。清川さん、はい、いいお言葉ありがとうございます。これで、VTR をご覧いただくで質問というのは終わりになります。はい、もし何か最後にお言葉などあれば言っていただきたいなと思います。え、クレームでも何でもクレームはないです。あの映像を通してこう昔のなんかまあ先生とか故郷の友達とかに会えて楽しかったです。ありがとうございました